てくれたんですね。重要な議題があって、ヘルタが私とスクリューガムを宇宙ステーションに呼び出しました。スティーブンにも連絡したんですが、返信がなく、ヘルタは待ちきれないそうです。そこで私と一緒に来てもらいたいんです。どうでもいいようなことでヘルタの心を痛めたくないんです。彼女はほとんど気にしないでしょうが念のため私の話をサポートしてくれる人、つまりあなたが必要なんです。私の手伝いをしてください。とても簡単ですよ。まずは私に関する秘密を漏らさないこと、次に余計な質問をしないこと、最後に自分の表情をコントロールすることです。え、では行きましょう。ルアン・メイ、待たせた？あれ、あなたも来たの？なんだか仲良くやれてるみたいだね。お会いできて嬉しいです、ミスター。ロンリ、予想より早い再会ですね。あなたは呼んでないけど歓迎するよ。この歴史的な瞬間を記憶に留めておいて、3人の天才が一つの部屋に集まるなんて、いつ以来かな。次はいつになるかわからないよ。皇帝、私たちの交流のきっかけとなるものは模擬宇宙以外はほとんどありません。今回の交流によってどんな思考の火花が散るのか楽しみです。単刀直入に言うよ。そろそろ模擬宇宙の仲間をもう一人増やすべきだと思うの。スティーブンを外すつもりですか？まさか。スティーブンはこの件に関わりたくなかったみたいで、投票を放棄したの。それ自体は別に構わない。私は個人のライフスタイルを尊重するからね。でも彼がこの決定に関与するチャンスはもうないよ。質問。模擬宇宙に5人目の協力者を引き入れるのですか？そう、5人目の天才。私たちがここに集まっている理由も分かってるでしょ？答え以外に天才クラブのメンバーを1箇所に集められるものなんてある？アイオーンの秘密を拒めるものなんていない。ザンダーでも無理だよ。誰かが私たちに応じるはず。やってきたのがポルカ・カカムだったら。願ってもないじゃない。ロード・オブ・サイレンス、聞こえる？私はヘルタ、あなたに会いたいの。私たちには共通の話題がたくさんあるはずだよ。ポルカ・カカムは応じないでしょう。彼女は長らく音信不通になっています。確率、原子博士なら現れる可能性があります。ああ、それはダメ。原子博士の悪名高い研究の数々には目をつぶっても、彼と巡回レンジャーの確執を考えればカンパニーが騒ぎ立てるはず。模擬宇宙が妙な世論に巻き込まれるなんて絶対嫌。ヨセイトは？ルアン・メイ、あなたと彼女って今も付き合いはある？彼女まだ生きてるの？その話題について話し合いたいなら、彼に席を外してもらう必要があります。長く退屈な話になりますから、他の人の時間を無駄に奪うつもりはありません。ええ、もちろんいいよ。彼はあなたが連れてきたんだから、
どうするかはあなたが決めて。さあ、私が送りましょう。そうだ、これは何？プログラムエラーのようですね。ねえ、このルアンメイの切片だけど、模擬宇宙の中で見たことはある？偶然発生したエラーイベントでしょう。まあいいよ、構わない。見て見ぬふりをするのは慣れてるから、手間も省けるし。ただそれを残し続けるつもりなの？はい、記録によれば彼はこのイベントがお気に入りのようですから。わかった、いいよ、研究に有益なら何をしようと構わない。さあ、親愛なる友、私が送りましょう。宇宙ステーションの空気は快適ですね。結論、その中を知識が流れています。まだしばらくいるつもりですよ。先日起きた宇宙ステーションでの騒動について、アスターさんが懸念を示しましたから、結論、しばらく観察します。どうしたの？まだいたんだね。現れたやつ次第かな。私の考えすぎだったようです。どうやらヘルタの気まぐれだったみたいで。ただの勘違いで何よりです。でもどうやら逃げられないようですね。しばらくここに残る必要があります。私にとってカイニは一番の頭痛の種なのに。そういえば、あなたが回収してくれた主制御部分の生命体を確認しました。本当にありがとうございます。私が慎重になりすぎてました。癖になってるんです。申し訳ありません。早めに伝えておきたいことがあるんです。会議が終わった後では間に合わないかもしれませんから。生命体回収はまだ終わっていない。一体だけではないんです。封鎖部分に保管されてる生命体がいますから。以前ヘルタはその場所を使って銀河の各地からの訪問客や天才クラブのメンバーをもてなしていました。しかし反物質レギオンの侵入を受け封鎖されてしまったんです。今もまだ私の大きなトラブルがそこに保管されています。ええ、宇宙ステーションの秘密はあなたが思っているよりもたくさんあるんです。ヘルタも同じですよ。ですが教えられる情報もあります。その場所は人間の形をしていない訪問者のもてなしにも使われていて、宇宙空間へとつながっているシャトルバスがあるんです。私のコマンドカードをお渡しします。手を出してください。あなたの指紋を入力しますから。親愛なる友、気をつけてくださいね。どうしても解決できないような危機に遭遇した場合は信号を送ってください。後の影響など考えず、私自らが出向きますので。覚えててください。封鎖部分の中央には巨大なシャーレがあります。そこに私の大きなトラブルが保管されています。ホームに戻ってきたら会いに来てください。その時には全てわかるはずです。
旧友との再会か。